当て。動いちゃった。カメラ忘れた。当て。あ、当て。What are you saying now? Too much. What is that? Can I see? Okay. Okay, come here. Hey, John. Two-man. Two-man っていうやつを売ってました。知らねえ、なんかちまき見てる。だから今買います。お前足元うっとうしい、本当にあーっとうしい。そうそう、一回蹴るべ、一回やっとくべ。あ、あ、なるほど。優しくねえんだこっちは、お前この野郎。ゆるちゃんこっちにいて。気持ち悪い、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 ぶん殴ろう。二人ともぶん殴ろう。ダメだ、耐えられない、その攻撃に耐えられない。来てくれんじゃない、来ないのかな。お前が買いに来いって。マジで言ってんの。ふざけんな。それがもう言っちゃったか。言っちゃった。お金が言っちゃった。 I'm waiting here. I'm waiting. いや、今あっちで売ってた。うん、どけ。はい、グッモーニング。モーニングモーニング。来てくれるって。朝この辺をいつも掃除してくれてるアテが、アテに、あっちで待ってるって言ったら、なんでそれ引きずってんの、あなたは。なんだろう、ちまき、バナナの葉っぱが中に来るんだよ。そう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 。じゃあ甘いお菓子なんじゃん。え、マジで。あ、来た来た。モーニング。 A さんも食べるでしょ。ダラワ、ダラワ、ダラワ。はい、ボーイ。グッモーニング。あ、マガンダンマガ。アヨーハ。 What is that? マラッキー。マラッキー。ショートヒム。どこ、マラッキー。あれよ、マカノ。あ、トータルスリーサーティー。トータルサーティー、あれ、あれ、マネー。ハボン、ハボン、ハボン。ジャパン、ジャパン。ガレン、ハブロン。シャラン、アゴディト、バハイ、バハイコ。Thank you. Thank you. Thank you. Boy. Come on. Boy. Thank you. Boy, did you say thank you? Boy, did you say thank you? Thank you, Mama. Mama, too. Mama, too, yeah. 一切言わねえな。ちょっと、ですね、ありがとうを言えない少年でしたけれども、まあ、これからね、一回は覚えられませんよ。これからちょっとずつ覚えていけばよろしいかと思います。ということで、名前をちょっと聞き取れませんでしたが、なんとかとなんとかを買ってみました。全然聞いたこともおかしいみたいなやつ。おのおの10ペソずつ、25円ずつでございます。今27円になっちゃったかな、ね、円安なんで。ということで、お姉ちゃん、これな、これ食べたことないかもしれない。ちまきです、ちまき。ちまきじゃねえよ、絶対甘いよこれ。え、甘いわけないでしょ、この見た目で。匂いがココナッツの匂いします。本当だ。なんじゃこりゃ。あ、今のは松田優作のね。もちろんだね。いただきます。芋、バナナ。何だろうな、
カッサバかな。カッサバ、キャッサバ、カッサバ。うん、あのちょっとなんかウイローを、あちょっとパサッとウイロー、パサッとウイロー、うん、うまつくわな、パサッとウイロー、うん、はい、ね、好んで毎日食べたいかといったらそんなもんないけど、たまに食べるもんじゃ美味しい、うん、まずいから食わねっていうもんではないです、うまいし、なんか固形物があって、なんだろう、分かんない、で、ほのかな甘さで、うん、いいです。そんなに甘くない。でも僕的にはこの砂糖は半分でいいんですけど、本当にパサッとウイローだねこれ。パサッとウイローコーヒー飲みながらちょうどいいですね。パサッてるっつっても口の中の水分を取られるほどのパサリついてない、うんうん。ウイローだとしたらパサッてる、うん。滑らかさのないウイローね。そう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 、うん、ね。出来損ないのスイートポテトみたいな。だんだん悪口になったわそれは。あ、分かった、じゃあ小学生女子が初めて作った、スイートポテトで、あの裏ごししなかったのかな。そうだね。ただし現在の病名は僕は知りません。でもバナナの葉っぱにくるんだって。これがバナナの葉っぱ、笹じゃない。刺さったんだ。というかフィリピンに笹あるの？わかんないです。僕は日本人なんでわかりません。あんまり見ないね。七夕とかどうするんですか、フィリピン？七夕なんかないですよ。七夕なんて日本の祭りですよ。あなた何を言ってるんですか。オリーベとヒコボシが合うのは日本だけなんですよ、あれは。ごめんなさい、マジな話だったんでやめてもらっていいですか。もうすいません、本当に世界中にあると思ってたんで、僕今の今までないですよ。だからもう やめてください。そして僕の知らん意味の意味というか、見たことないもの第2弾、見たこともないもの第2弾、こっちの方が甘そうだね、なんかね、なんか甘だれみたいについてるね、これ。いただきます。なんか、あ、幼稚園児が作った泥団子を、泥団子じゃない、違う、幼稚園児が作った団子を手でこねた。そうだね、硬さで言うと軽く炙った焼き餅みたいな感じさ。揚げパン、揚げパン、パン、パンじゃねえのかな、パン、揚げパン、パン、小麦粉、バカジッタ。あ、でも香ばしい匂いするね、これ。醤油、砂糖醤油、うん、だね。もしもうほぼ砂糖。絶対揚げパンは出てこないな。あれ？じゃあ何？伸びないお餅だよ、だから、ね。米粉を練って。米粉かこれ。米粉を練って油で揚げたみたいな。揚げ団子。うん、揚げ団子。揚げ団子の方が近いかも、確かに。あ、で、甘い醤油ダレで。味付けというか周り絡めた、どっちももう一本食いたかったなってことじゃないけど、悪くはない、うん、売り子のおば様がの生活が潤うんなら、まあ、また買ってもいいかな、うまくはない、まあまあ、僕の場合は好感度を上げるのに必死なんで。でも前大輔がいた時にミリエンダーって、ミリエンダーおばさんが今やらなくなって、やめちゃったの、いるんだけど、全然回らなくなった。もう体力的にきついんじゃないですか。おはよう。モーニング。コーヒーが6杯目ぐらい。でも俺どっちかって言ったら今の揚げ餅みたいな方が好きかも。あ、そう。どっちかって言ったらね。僕どっちも好きですよ。はい。好感度は上げない。
きだから、お米とか餅とか好きだから。ああ。フィリピン人だからお米がね。お米好きだから。あ、味付けの濃いのでたくさんのお米を食べるんですよね。あ、やめろお前。そろそろ、そろそろあれだぞ。テーブルだ。ハマ入ってくるから通ってたのか。はい、じゃあというわけで、行商のおば様から何か分かんないものを買って食べてみたら意外と美味しかったの回でございます。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。